こんにちは、こんばんは、豊洲商店でございます。今日はですね、こちらの今前に映っている90センチの、まあ、駅の水槽と、まあ、題してやってた水槽なんですけど、まあ、ちょっとその魚を導入しましたんで、まあ、そのご紹介というか、まあ、どういういきさつでこういうことになってるのかということをちょっと話していきたいと思います。まあ、見ての通りですね、まあ、ラミノーズテトラですかね、ラミノーズテトラがかなりですね、まあ、大量に入ってるということで、まあ、今回ちょっと、アクアショップ JB さんの方に行かせていただいてですね、まあ、たくさん購入できるお店なんで、まあ、どんぐらい購入した、まあ、その最初はネオンテトラを、まあ、1000尾ぐらい買おうかなと思ったんですけど、まあ、なんか店長曰くなんかpH3で飼ってるからpH6とかのところに入れると病気が出てもう全滅するってこう言われたんで、まあ、正直、それでも、なんていうんですかね、まあ、本当はネオンテトラでも1000匹くらい泳がせようかなと思ったんですけど、まあ、店長がそうおっしゃるならということで、まあ、ラミノーズだったら90で600匹くらいいったらいいんじゃないかみたいなことをアドバイスいただいたんで、あ、なるほどなってことで、まあ、600匹買ったっていうことですね。まあ、なんか、当初はまあ1000匹泳がせようと思ったんで、まあ、600匹だとちょっと少ないかなと思ったんですけど、やっぱさすがラミノーズだけあってすごい、あの、なんていうか、迫力がというか、まあ、思ったよりたくさん入ってるんで良かったなと思ったんですけど、まあ、なんか店長のアドバイスもすごい的確というか、なかなか的を置いてたんで、まあ、アドバイス通りにしてよかったなっていう感じですね。もともと50匹ぐらいラミノーズ入れてて、自分としては結構入れてたってイメージだったんですけど、まあ、やっぱ600匹入れて全然違うなっていうのがやっぱ今回初めてすごいよく分かりましたね。全然やっぱ違う感じになっていい感じですね。まあ、そのちょっとその何て言うんですかね、こういった感じで、まあ、たくさん入ってる、まあ、たくさんって言っても、まあ、こんなもんちゃこんなもんっていうところなんですよね。まあ、なんかそのいろいろ ADA で、まあ、たくさん入ってる水槽とか見てたりするんで、まあ、まだスカスカかなっていう気もするんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、なんかアクアショップ JB さんやっぱすごいいいですね。なんかあの気合入ってるっていうか、やっぱり近頃見ない感じの店で、やっぱりなんかそのグリーンネオンがやっぱいいですよね。すっごいベタッとグリーンが乗ってるやつが120センチ水槽にすごい1万匹ぐらいのサイズ、あの数でいるんで、すごいいいお店だなと思って、でなんかやっぱり的確かつなんか言ってることにすごい説得力があって、なんかすごいいいなと思ったんですよね。で確かに実際、まあ、ネオン入れるよりこっちの方が楽しい感じもするんで、すごいいいですよね。特になんかこれさっき餌あげたんですけど、すごい食べてきてて、まあ、いいなっていう、まあ、語彙力が全くないんであれなんですけど、まあ、一応駅でも紹介すると真ん中にこの植えてるのがモンテカルロ3ですかね、あのアズルビンので、あの、まあ、右側に見えてるこの丸いやつが、まあ、ゴンサローですかね。でこれがなんか3イブナッシュとかなんかよくそんな感じの名前だったかと。こちらもアズルビンですね。でこれがまあ座標軸って言われるルーツサウンドで買ったやつですね。こんな感じであるっていう感じなんですけど、まあ、やっぱ全般的にすごい駅のは調子いいんですけど、まあ、やっぱお魚がちょっと寂しかったんで、やっぱ思いっきりでよかったんですね。うん、まあ、なんか店長さん曰くそのお店の水がすごい特殊だからそんぐらい買えるって言ってて、でなんかその買える理由がなんかそのなんかすごいこと言ってたんですよね。なんかその60センチ水槽になんか何万匹かネオンテトラを入れて、なんか1割なんかかなり死ぬらしいんですよね、それぐらいやると。でそうしないとなんかそのバクテリアが住み着かないみたいな、だ超高密度で魚を飼うことによってなんか生まれた水でなんかそのお店の水槽回してるんで、こう大量に入れてもなかなかその、まあ、病気がバッと出ないぐらいの低pHですかね。だからpHがまあ4とか3とかになるっていう、でそういうことみたいなんですけど、でそのあれを、まあ、水替えで上げて調整するっていう話だったんで、なかなか理論的で面白いなって正直思いました。
まあ、私物臭なんで、あんま水替えとかしないタイプなんで、まあ、ガンガンこの液のが溶けてきたら水替えしようかなとこう、まあ、今は思ってますね。まあ、なかなかそういう水槽でやってて、でやっぱりなんかいろいろなんかやっぱ売り方がいいですよね。なんか300匹買うと300匹ついてくるみたいな、その半額じゃないっていうところが、おまけで300匹つけちゃうっていうところがなかなかやっぱ面白いですし、まあ、車で行くことはやっぱおすすめしますね。今回は6袋あったんですけど、電車で行ってたら腕がちぎれてるぐらいの重さなんで、まあ、やっぱ車で行って大量に買うっていうのがやっぱいいお店ですよね。まあ、やっぱなかなか値も張るんですけど、まあ、やっぱその投資に見合うリターンは得られるかなっていう気はします、ね。まあ、なんか特にラミーノーズはその熱帯魚で一番なんか群栄力があるっていうんで、なんかいわくそのカージナルは結構またそれも群栄するんだけどみたいな、結構グリーンネオは勝手気ままみで、ネオンって言ったら基本餌って言ってたんで、なんか大型魚の餌用に買う人が多いんで、要はまあその熱帯魚で小赤みたいなノリですかね、で買ってくみたいな感じだったんで、なあなるほどなみたいな。でも熱帯魚の量も半端じゃなかったんで、やっぱ行くだけですごい面白かったですね。なんか皆さん買う量が半端ないんで、行くと感覚狂ってやっぱ600匹とか買っちゃうんですよね。まあ、私もなんか気合いで600匹買ったんですけど、まあ、本当にいいなと思ったんで、まあ、やっぱこのなんか店長もおっしゃってるように、なんかどうせ3割は死ぬとかっておっしゃってたんですよね。だからなんかその熱帯魚はなんか産むとなんか兄弟の餌用になるやつがなんか3割ぐらいいて、2割とか3割で、なんか先天的に弱いやつらが1割いるっていう、だ結局まあ6割ぐらいしか残らんということで、うちで買ったとしてもまあ4割ぐらい死にますよみたいなことを笑っていてたんで、あなるほどなみたいな。なんかそれいいか悪いかっていうのはまああれなんですけど、まあなんか10匹とか20匹だとやっぱ1匹なくなっちゃうとちょっとすごいテンション下がるんですけど、まあ、600匹買うとぶっちゃけ分かんないっていうところではあるんで、まあなんか別にいいのかなっていう、まあそのどうするかっていうところなんですけど、まあ私としては別に、まあ、1割ぐらい死んだところで、まあちょっとかわいそうではあるんですけど、まあもともと自然界でそうなってるっていうんだったら、こっちが何をすることもまあできんというところなんで、うん、まあそういう考えってのはいい、まあ理にかなってるなっていうところですかね。まあここら辺すごい餌うまくて、まだやっぱりちょっと弱いやつは死んじゃうんですよね、こういう感じで。を見て。まああんまりちょっとグロ動画なんで、こう削除されちゃうかもしれないですけど。なんかやっぱその水上のフィルターのところに今くっついてて、ちょっと白くなってなくなっちゃってるやつとか、あとここにある白いやつとかも、まあ亡きがらっていうやつですかね。ここにあるやつも。結構なくなっちゃってるんですけど、まあ別に必ずしも、お店の管理が悪いっていう、まあちょっと独特の水で、なんかその白く濁ってて一見いいように見えない水なんですけど、すごいなんか生存性が良くていいっすよね、やっぱり。なんかもう一回行ってやっぱグリーンネオン線引き換えたいなと思うお店です、ね。なんで、まあちょっとサムネをこの動画撮ってる段階だと決めてないんですけど、もしかしたらテトラ1000匹入れてみたみたいなタイミングするかもしれないんで、実際600匹しか買ってないんで、まあそれ嘘なんで、まあそれは申し訳ないなと思うんですけど、やっぱ熱帯魚たくさん入れて買った方が面白いよっていうのはやっぱり一つ思いましたね。なんか JB スタイルって今言うらしいですけど、だからとにかく詰め込むみたいな、そういうのがやっぱり、まあなんていうんですかね、あんま景気も良くない時代なんで、まあ水槽の中ぐらい景気よく行こうぜっていう。まあ90センチだとやっぱたくさん買えるんで、まあ、60でも詰め込めるし、お店だとやっぱり30センチでもやっぱり30センチキューブみたいなやつも1000匹ぐらい入れてましたかね。まあ300は入れてたんで、やっぱそれぐらいがっつり買うって面白いですよね。まあ以上ちょっとこんな感じで600匹導入してみたのでテンション上がってちょっと撮らせていただいてます。まあまた色とか上がってきて色の変化があったら続行やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。プルス商店でした。